はい、どうも、ライム TV のライムです。今日はね、フォルツァホライゾン4で、まあ、前回の宝探しの続きなんですけども、一応このマップ画面でね、右上にイベントと PR スタントで9500影響ポイントを獲得すれば、なんか次の第2ラウンドに出場可能ってことなんで、とりあえず、まあ、レースの方をね、やっていこうかなと思います。はい、やっていきましょう。こういう道が結構多いんですよ、このマップ。だから割とね、オフロードが好きな人もかなり楽しめるって感じなんですよね。自分割とオフロード苦手なんですけど、オンロードもあるからね、オフロードもあるしオンロードもあるからね、両方楽しめるね、ここはね。すごい欲張り強欲なマップだね。お、なんか看板がある。ロードクローズド、道が閉じてるよ。水没してんのかな。そうっぽいですね。うわ、これなんかすごい水没してる村って感じだな。すごいな、廃墟の村だこれ。なんかすごい教会が水没してますね。嵐でやられたんかな。この辺ですね。あ、これか、ここですね。すごいとこに本当にあれだな、レースのイベントの場所があるなこんなとこにあっても誰も来ないでしょ。これかな、これですね。あ、車は、そうかそうか。じゃあどうしようかな。ランボルギーニの LM002 で行ってみましょうかね。はい、さあやっていきましょう。クロスカントリーですね。すーげえオーロラが綺麗これ贅沢なレースだなこんなオーロラの下でレースなんてすごいっすね、これね。あれですね、現実でこんなレースあったら、だってレースせずにオーロラ見てた方が絶対楽しい説があるからねおー、贅沢。そしてこのオーロラもそうなんだけど、これに相まってこの車内のメーターの明かりもまたなんか風情があっていいですね。はい、すごいコースだな、ここな。おお、飛ぶ。うお、やべ、滑る。ラップ数は3周ですね。まあ1周そんな長くないんで、すぐ終わると思います。で、まあ最悪1位になんなくても大丈夫なんで、まあゆっくりのんびり安全にやっていきましょうか。お、さっきの看板だ。さあ残り2周。おっと、ちょっと滑りますね、この車。結構なんか運動エネルギーがすごいっていうか、車体が重いのかな。すごいなんか流れてきますねなんか一番前の車すごい火花出してんだけど大丈夫かあれさあラスト1周ですね。オーロラが見えるってことはすごいあれなんですか、北の方にあるってことなんでしょうね。寒そうですね、普通に。ここのマップって雪とか降んないのかな。降るよね、多分。多分ここも季節変わると思うんでね、冬とかすごいここ寒そうですね。絶対寒いよね車はね、寒いと燃費が悪くなるんですよ。さあゴールしました。よーし、とりあえず勝ったので、こんで影響ポイント的にはどうだ。あ、まだちょっと足んないですね。さあ次はね、ちょっとロードレースやっていこうかなと思います。はい、どうしようかな、これロードレースなんで、まあちょっととここはですね、ガヤルドでいきたいですね。ガヤルドスパイダーでいきましょう。さあやっていきましょう。ロードレースですね、ガヤルドスパイダー。お、朝だ、晴れてる。さあ作動。おお、ここ景色いいね。これちょっとここのボンネットの視点でやってみたいですね。景色がいいんでね。わあ、すごい綺麗だな。このなんかだだっ広い草原の感じがいいですねすごいな、寒い島って感じするね。でもあんま木が生えてない。あー、ちょっと6位あんまり良くないですねはい、あんま良くないですね。6位ですね。さあゴール。まあ、ちょっと6位であんま良くないんですけど、一応こんで大丈夫じゃないかな。
We're tracking results for the Horizon Road Race series as well. What?さあということでね、フェラーリの458が必要っぽかったんでね、スペチャールで大丈夫かな、スペチャールしかなかったような気がするので、ということで早速ねこれでやっていきたいと思います。これでねドリフトゾーンを、クリアしていくと宝のね地図じゃないや、なんだっけ、宝のアリカみたいな写真がね、開示されるっぽいんでね、やっていきたいと思います。これ何もカスタムしてないんですよね、本当にノーマルだから結構むずいな。普通にむずいな。この前の GTR はちょっといじってたんですけどね。こいつ何もいじってないから結構むずいぞ。ちなみにフォルツァホライゾン4でハンコン使ってドリフトする人は結構練習が必要だと思う、個人的には。ゲームパッドだったらね、普通に、まあ、ほぼ練習なしでいけると思うんですけど、ハンコンだとね結構むずいんで、フォルザはドリフトがね、特に900度とか回転数の多いハンコンだとなかなか、かなり練習がいるんじゃないかなと思います。これ20万ポイントいかないけど大丈夫かな、走破すればいいのかな、とりあえず。どうなんだろう、20万いかないといけないかな、これ結構むずいよ20万いくの10万しかいってねえよ。お、暗号解読しました。これでさあ、これで一応暗号解読ということで、なんだこれは。とりあえずこの写真はね、開示してもらえたっぽいので、これどこなんだ、そこか、ここですね。まだ行ったことない場所ですね。早速ちょっとね、じゃあここに行って、写真はこれですね。この写真の場所、なんかすごいミステリーサークルみたいになってる、ぐるぐるしてるこれをね早速見つけていきたいと思います。さあということでね、パワーワゴンに乗り換えまして、早速ね目的地周辺に到着したので探していきたいと思います。この円の中からこの写真の場所を見つけて、この宝箱ですね、これを探し当てるというのをですねやっていきたいと思います。まあ、写真を見た感じなんか高台っぽいですね。でこのなんかよくわかんないぐるぐるしてるミステリーサークルみたいなのが見えるんでね、これが見える場所で、しかも結構高台にあって、遠くの方に多分これ海ですかね、湖かな、ここはなんだろうな、なんか見えますね。湖っていうのはどこのやつなんだろう、ちょっとでもまだわかんないので、とりあえず探してみましょうかね。はい、やっていきましょう。ミステリーサークル、あ、これじゃないか、ミステリーサークルっぽい、なんかこのぐるぐるしてるのはこれっぽいですよね。このなんか石が多分いっぱいあるから、この写真のミステリーサークルこれじゃないかな、あ、違うかな、わかんないね、これかなちょっとでもまあこれだと仮定すると、多分向こうの方じゃない、そうだよね、多分向こうの方だよね、遠くに、ああ見えますね、海が、湖っぽいのもあるしね、うん、多分この岩山の上かなってことは、結構これきついな、登りがパワーワゴンでも割ときついかもしれない、多分この辺だと思うんですよね。遠くに海が見えて、でストーンヘンジみたいなやつ、ミステリーサークルっぽいのがそこにありますね、これ多分これだと思うので、この辺だと思うんですよね、場所的には多分合ってるはずなんですけど、もっと崖っぷちが、ここになんか岩が、でかい岩があるのかな、もうちょい向こう、あ、そこじゃない、多分ここっぽいな、あったあったあった、これだ、これですね、これ、はい、よし、ほんでまた100万か、すごい美味しいなこれこれで100万でしょ、美味しいなすごいな、こんなのがあと8個もあるんですからね、このマップ内に、すごいですねこれねなんかすごいな、ここ、あの上に影響ボードが乗っかってるどうやって飛んだあれ取れないでしょあれさあということでね、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。以上ライム TV のライムをお付き合いください。よければチャンネル登録、高評価の方ぜひともよろしくお願いします。次回もお楽しみに。うおー、やばい